ニアサイドなのか中央ら辺なのかファーによって一歩目がどっちの足かっていうのが決まってるって監督コーチたちにお伝えしたよ。だからキーパーのこと絶対知った方がいいよ。ただの今技術の話をしましたけど、今までって彼がキーパーってどういう存在なのかっていうことをすごく考えているからだと思うんですよ。だってアンチサッカーなんですよ、キーパーって。だって世界中のルールも世界中の人たちに熱狂するのはゴールを決めるっていう目的がある。ゴールが入ったらっていうことに対してキーパーだけですよ、唯一一人だけそれを防ごうとしてるんです。だからルールもいかに点が入るようにってなるし、オフサイドのルールも変更してるのはこれゴールが入る確率を上げるためです。ボールが変化するのもスパイクが変化するのも全部点取りやすくなるためです。それに対して全部それをアンチにしてるっていう存在だから、よくあのサッカーの世界ってキーパー変わってるって言われますけど、そりゃそうなんですよ。だってもうマインドが全く違うから。そのマインドが全く違うキーパーに対してミスしたらボロクソ言って本当に大丈夫かと。だってそもそも孤独です。自分のチームがゴール決めました、どうですか皆さん。じゃあフィールド10人はわーって喜んでゴール裏のサポーターの方とかに行ったりしますけど、その時キーパーも言ってると思います？誰がじゃあチームでゴール決めました、そのフォワードの選手が味方のキーパーのところに走っていってハグしますか？しないんですよ。キーパーだけ一人だけこうやって勝手に喜んでるんですよ。なのに点取られたらみんなが言うんですよ、お前のせいだって。だからむちゃくちゃ理不尽な中でそもそもプレーをしてるっていう彼の気持ちは一番分かってあげなきゃいけないのはキーパーコーチでしょ。じゃあそのキーパーコーチとして全てのゴールを防ぐことはできないかもしれないけど、可能性を低くすることは絶対できるよねっていうのをずっと考えてるから、ものすごいキーパーに寄り添うんですよね。できないのはお前のせいなんだみたいな表現絶対ない。できないのは何が原因で、それって彼のこう頭の中でブロックがかかってることなのか、集中力が切れてることなのか、技術として知らないからなのかっていうことをとにかく分析して、とにかくその子が良くなるようにってやっぱりやるっていうのは本当キーパーしてるんだなってことですよね、うん、その最初のタイミングで僕がジョアニーにどうしても日本に来てほしいよって話を持ち出した時に、実はスペインでも結構有名なクラブからオファーがあったんですよ。今の日本人選手がプレーしてるっていうとだいぶ分かるかもしれないけど、結構有名なクラブ、彼が住んでる町から近い、ベルマーレからオファーです。あのよかったら来てください。金額が丸が1個違ってたらしい。普通こっちです。だけど彼はいやいや俺はお金じゃないし、自分のメソッドを本当に落とし込むことができるんだったらそんなチャレンジは最高だと。でしかも旅行できた日本人のマインドを本当に気に入ってたから、日本だったらそれが可能なんじゃないか、プロジェクトに乗っかりたい、まあ僕の思いに乗っかりたいっていうのがあって日本に決めたって。でそこからやっぱり彼が言うのは、日本人ってその身体的に劣ってるから外国人のキーパーと比べてとか言うけど、いやいや日本人だって190超えてる選手そもそもいるし、こう背が低いとか高い云々じゃなくて、日本って技術に対してこだわる国なわけですよ。サッカーに限らず細部に対してむちゃくちゃこだわる国なのに、なぜキーパーそういうこだわらないんだと。とにかく止めれればいいとか、じゃあ例えばセービングした後の立ち上がり方も早く立ち上がれって言うけど、人間の体の構造上どうやったら早く立ち上がれるのかちゃんと教えてるんですかってなった時に、教えてるキーパーコーチいないんですよ。まあ断言したのは何でかって、いるんだったらその選手やってるはずだから。でも試合を見たらやれてないってことはやっぱり教えてもらってないんですよね。っていう時に彼はその技術のこだわりがむちゃくちゃあるとっていうのと、日本人のその向上したい、もっと良くなりたいっていうマインドとか、そのそもそものマインド的に技術にこだわるとか細部にこだわるっていうことが好きであるっていうのが合致してるんですよ。だからそれこそ西川選手もそうだけど、30を超えていてももっと良くなるんだったら、じゃあ今までの自分の考え方捨ててもう一回練習しますとか、それこそもっと練習したいってベテラン選手が言うって彼からするとありえない。スペイン人が例えばキーパーで、まあ、20代後半または30代ですでに100試合200試合もし出てる選手だったら、スタンスとしてはキーパーコーチに対してですよ、お前が俺に何教えるんだよっていう空気になっておかしくないのに、日本人はもっと練習してくれって言うんですよ。午前中の練習が足んなくてあそこの部分分かんなかったから午後もやってほしい、ベテランだろうが若手だろうに言ってくる、もっと良くなりたい、もっと良くなりたいからっていうのって、これ世界的に見ても日本人ってすごいんだよ、これ気づいた方がいいぞ。だから正しい技術をちゃんと学べば日本人キーパー製造工場になるから、でそのために自分はずっと日本に住んでるんだっていうことで頑張ってもらってるんですけど、だから彼の考え方はやっぱり僕日本に合ってると思う。空手っていうか細部に対してこだわるとか、反復いとわないとか、ちゃんと理解した上で反復するとかっていうところで、うん、まあ、どうしても彼に日本にメソッドを落としてほしい、残してほしい、でそれを僕らは受けてさらにもっと良くしたら日本って本当すごいキーパーを出す国になるんじゃないかなっていうことがプロジェクトの発端です。
まあ、最初僕はずっと考えてたんですよ。このメソッドを残すにはどうしたらいいかな。それこそ日本人のコーチをスペインに留学させて、キーパーコーチに留学させて、スペイン語も覚えさせて、ずっと隣にジョアンでいさせて、ちゃんと学んでよしって帰りますってするってなっても、キーパーコーチをやってる人がまず少ない、キーパーコーチでスペイン語喋れる日本人ほとんどいない、どうしようってなった時に、結論としてはジョアン来てもらえばいいんじゃないかと。で、本当いいタイミングで、まあ、ベルマーレも協力してくれて、その時に高田さんっていうジョアンをずっとサポートしてくれてる人も協力してくれて、で僕もいて、このプロジェクトやりましょうっていう風になったのは本当に良かったなというか、すごくありがたい、こういうタイミングだったかなと思います。 J の他のキーパーコーチも日本人コーチたくさん来ましたし、それこそ JFA の人も来たり、ただ正直なところ僕の感覚ですよ、もし僕がキーパーコーチでジョアンのメソッド回りたいってなったら、本当カバン持ちするぐらい3年間ぐらいずっと一緒にないと、それでも全部取得できない、でもそれやるぐらい価値ある人だなと思ってたけど、そこまでやる人いるかっていうと、上でかじって終わるかっていう感じにちょっとなってました。どうしても、あ、すごいね、面白いねっていう言うけど、じゃあその人たちが今なおできてる人いるんですかっていうと、後にあのジョアンと僕が実際に講座をやり始めたんです。そのキーパーコーチのためにもう直接指導して、オンラインも使うし、講義もやるし、グラウンドでもやるしっていうことをやってた、まあ、塾みたいなのを作ったんですけど、そこのメンバーの人たちは今それができるようになってるし、それができることが増えてる人がいるんだけど、その当時で言うと、じゃあ10年前にジョアンが日本に来ました、10年間そのメソッドでやってますっていう人いるかっていうと、ちょっとそれは僕の問題でもあります、課題でもあって、そういう人をなかなか育ってきれなかった、育成しきれなかったかもしれないな。ただその時に選手だった子もいるんですよ。それこそ中学生とか高校生とかっていう選手が何人か今コーチになってです。だからその子たちは確かに10年間、まあ、ずっと定期的じゃないけど、最初の頃当時教えてもらってて、これやっぱこの理論いいなぁ、で、それを何とか自分ができるようになれようって頑張ってたけど、どっかでこれを誰かに教えられるようになろうっていうふうに切り替えてる元選手が何人かいるんで、まあそういうふうにバトンって渡ってたかもしれないなっていうのはあります。まずフィールドの監督コーチたちにお伝えしたいのは、これ僕自身も味わいましたけど、キーパーのことを知らなさすぎるし、キーパーのことに興味を持ってないから、大抵の場合監督立場でだから、キーパーのことはキーパーコーチよろしくって投げちゃうから、そのキーパーコーチが何やっててもそれがいいのか悪いのかのジャッジが監督にできない。そうするとストレートの言い方すると、むちゃくちゃ適当なことをキーパーコーチに教えてたとして、それのせいでキーパーのパフォーマンスが悪くても、監督はそれがジャッジできない。でこれはもっと言うと強化部もそうです。なぜ彼がこう良くなったのかっていうのは、じゃあなんでなんですかって突っ込まれたら、ってなる人の方が、これは別に日本がダメだったけど、これ世界的にむちゃくちゃそうなんで、キーパーに対して重要視されてない。だから早くから監督としてキーパー大事だなって思って、じゃあ何ができてたらいいんだろう、何ができなかったらミスなんだろう、基準で持つだけで、まず自分のキーパーコーチに対しての要求ができるっていうのと、自分のキーパーをよくできるっていうのもあるけど、もう一個めちゃめちゃ大きなメリットがあって、それ相手のキーパーを攻略できる、これが一番大きなメリットなんですよ。つまりこっちに基準があれば、ああ相手のキーパーの癖ってこれだから、こういうミスを起こしやすいんだろうっていうことが推測立つから、それによってこういうプレー増やせば得点取れる可能性上がるよねっていうのが僕は分かってっていたんです。だからよくその当時の選手たちに、こういうプレーになってごらんっていう話を選手にしてました。え、なんでって聞かれる。だけどキーパーああいう特徴癖あるから、あの試しに狙ってみ、もちろんそれで 100% 勝つかも負けるか、それはサッカーだから分かんないけど、少なくとも点取れる確率は上がりますよね。だって相手のキーパーの攻略するってことはイコールゴールに直結してるから、これはめちゃくちゃおすすめです。じゃあその基準誰が持ってるんですかってなった時に、ぜひ一回ジョンの基準に触れてほしいなっていうのが、フィールドの監督コーチにお伝えしたい。だからキーパーのこと絶対知った方がいい。これ損なことは全くないです。むしろ得なことしかないと思います。であとキーパーコーチの皆さんに関しては、ね、自分がキーパーやっててコーチがいなくて、一人で考えて辛い思いをしながらとか、先輩に教えてもらいながら試行錯誤してきたんですっていうのは素晴らしいことだし、それを否定してるわけじゃないけど、ジョアンって30年以上かけてそのメソッドを作り上げて、これ学ぶのに30年かからないので、かじってみて知ってみて、なるほどこれは使える、これは使えないをジャッジしてもらって、で自分のメソッドを作り上げていけば全然いいと思うんですけど、最初から食わず嫌いじゃないけど拒否反応を起こしてっていうのが正直多すぎて、でもそれによって困ってるのはあなた自身じゃなくて、あなたが教えてるキーパーなんですよ。でキーパーは良くなりたいし、良くなりたいのに点取られて泣いてるわけです。ここまで言うとこうね、ジョアンが全部で皆さんが間違えるみたいになっちゃう。そうじゃなくて、そのメソッドをもとに日本をもっと良くするにはどうしたらいいかっていう
発想で僕はやってるから、キーパーもっと日本からいっぱい出てきてほしいし、それこそワールドカップで上位に行くとか優勝するっていうのはキーパーが良くないとそれで達成できないと思ってるんで、みんなでじゃあこれって本当にそうなの？議論ができる状態になってほしいんです。例えばジョアンこう言うけど、ただ鵜呑みにしてジョアンが言ったからこうやってやるんですじゃなくて、なぜそうなの、じゃあこういう場合ってどうなのかっていうことを話をたくさんしたいなと思ってます。だから触れてほしいなっていうのはすごく思います。でそれに対して自分なりに出てきた疑問を、こういうふうにジョアンに言ってるけどこれってどうなんですかっていうことをまた投げてもらって、こういう時はこうでっていうことを僕も含めだし、ジョアンもあと他のキーパーコーチも含めみんなで話してもっと良くしていくっていう状態を作りたいっていうのがまあ正直なところです。まあ、なので一度拒否反応を示すことで触れてもらえると嬉しいなと思います。まあ、今なかなかジョアン自体が J リーグのクラブの専属でキーパーコーチをやってるから彼自身に直接教えを請うってなかなか難しいと思うんですけど、まあ、そういう機会を僕の会社が作ったりとか、またはオンラインで学べるようなことをやってたりするんで、まあ、あと本も出てますから、とにかく触れてもらって、なぜそう言ってんのかなっていうことを自分なりに自問自答するような機会を作ってもらえたらとても嬉しいです。これが1冊目の本で、これどっちかというと結構考え方です。これ話すとまためちゃくちゃ長くなって、簡単に言うとゴール存在しないよっていきなり話が出てくるんですけど、白い枠のゴールあれはないんだって言われて、はってなりますよね何言ってるんだこの人は。でもそれがどういうことなのかっていうのが、まあそれがこう考え方として、あとキーパーを守る、まあ、キーパーってどういう存在なのかっていうのがこう概要として入っているのがこの本と、あとはジョアンって教える技術に順番があるんです。最初にこれを教えて、これを教えて、これを教えて、最後にこれっていう、その順番がきちんとあるから、その順番がなんでなのか、どういうの順番なのかっていうのが、まあ、書かれているのがこの、まあ、基本編みたいな。で技術としてはキャッチとポジショニングとハイボールまでかな入ってます。これは1冊で、2冊目がこっちで、こっちもっと技術により特化してて、それこそこっちで出てきたじゃあキャッチ、ポジショニング、ハイボールをもうちょっと細かくっていうのと、あとここの中でセービングのやり方と1対1、キーパーと1対1ってね一番辛いというか大変な場面、その1対1彼の中では3パターンあるぞ、ちゃんと分けてて、どういう風に区分けするのかっていうのがこれ結構細かく、正直に言うとジョアンは最初出したくないって言ってました。知られたくない。これは実はジョアンに教わってた現役のトップのキーパーたちも出しちゃダメでしょみたいなそれだって自分たちの秘密だったのにとか、それこそポジショニングの秘密とか、1対1にその3パターンあるよっていうのが、って言ってたんですよ結構。だけど、まあ、僕らの最終的な思いとしては、もちろん本読んですぐできるようになるわけではないけど、そういう考え方もあるんだなと思って、子供たちがもっといいプレーができるんだったらそっちの方が幸せだし、そっちの方が嬉しいから、それはもう出しましょうと。出して、いや1対1にこの3パターンよく分かりませんでしたっていう人いたら、もう来てとこっちにっていうことは、ほとんどこの2つでジョアの技術に関して秘密は喋ってくれてるから。でただ面白いのがこれだけじゃないって、まだ残ってて、これあと何巻まで行くのかなっていうのを冗談で言ってるんですけど、自伝みたいになっちゃうのか、だってまだフィジカルの話してないし、彼がずっと元気でいる限りは本当に彼が言ってることだったり残したものは日本語としてちゃんとデータベースに残したいなっていうのは、これは僕の勝手な思いんですけど、それを皆さんに渡したいし、まあ、最初のとっかかりとしてこの本2つっていうのはすごく面白いんじゃないか。動画もつけてるんで QR コードで動画を見れるから、それであこういう感覚なのねっていうのも分かるんじゃないかなと思います。